木下がホームラン打った時の、カリステの反応が、泣ける。最高の友、カリステ。木下の本塁打を喜ぶカリステ。ダイヤモンドを一周しベンチへ戻ると、カリステから抱擁された。木下、同学年だし、キャンプの時から今年は俺らで頑張ろうぜ、と話していた。あいつはめっちゃ頑張っていますけど、こっちが全然だったので。カリステ、木の、カリ、と呼び合っている。木のは自分が調子が悪い時でも、いつも明るく盛り上げてくれる。調子が悪かったこともあるけど、こうやって活躍してくれたのが嬉しくて。いいじゃねえか。素晴らしい人間性。成人カリステ、最高の友カリステ。マジでカリステ神よな。言語は違えど、同年齢だし、一緒に頑張ろうぜってなるの？言葉では表せないほどに最高だな。今年のキーマンは、この二人だと思ってる。あかん、泣きそうや。成人エピソードが、溢れ出して止まらない。言葉の壁も国籍も、なんも関係ない。カリステ大好きだったのに、これ以上好きになったらどうなってしまうんや。タク、じゃなくて、キノ、ってなんか可愛い。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。